はい、こんにちは。今日はですね、日本のニュースについてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。安倍元総理大臣が亡くなったことを受け、岸田総理大臣は8日夜、談話を発表しました。この中では、本日、突然の蛮行により、元総理大臣、安倍晋三氏が逝去された。民主主義の根幹たる選挙が行われている中、安倍氏の命を奪った卑劣な行為は、断じて許されるものではなく、最も強い言葉で非難するとしています。このように報道されております。岸田総理大臣のおっしゃる通りであります。こうした卑劣な蛮行は断じて許されるものではなく、このチャンネルネット大衆紙ブルーカラーにおいても最も強い言葉で非難いたします。そしてこの事件における責任を最も問われるべきなのは、この事件を引き起こした犯人であります。そのことは強く申し上げさせていただきます。その上で次のような指摘も報道されております。安倍元首相の警護、元警視総監、明らかに失敗だった。背後からの容疑者接近は不審そのもの。元警視総監で警視庁公安部長などを警備、公安の要職を歴任した米村敏郎氏が9日 NHK ニュース7に生出演し、8日奈良市内で演説していた安倍晋三元首相の警護体制について厳しい見解を示した。奈良県警はこの日会見を開き、鬼塚本部長は警護警備に関する問題があったことは否定できないと述べた。米村氏は、我々の世界は100点か0点の世界、そういう意味では厳しいようですけれど明らかに失敗だったと厳しい言葉を並べた。逮捕された元海上自衛隊員の容疑者は、安倍元首相の背後から近づき、数メートルの至近距離から強行を行った。米村氏は、不審者がいれば未然に確保することは大事なこととし、ここで言う背後からの接近、この状態というのは不審そのものじゃないですか。なぜそこで動かなかったのかということが大きなポイントだと思いますと指摘した。安倍元首相の警護には警視庁からも警護官 SP が帯同していた。米村氏は、特に SP、 これは警視庁からの SP ですが、彼はなぜ警視庁から言っているかというと、警護対象者と SP って重要なことは信頼関係なんですと解説。信頼関係があってこそ身を挺して守るという中ですから、厳しい言い方ですけれど、検証した時に、銃声を聞いた時に安倍元総理を倒してでも地面に押さえて自分が守るということができなかったのか、十分に見るべきだろうと思いますと話した。 SP はコロコロ変わっていいものではないとし、その上で地元の警察と外周をどう警戒するか、そこでワンチームになる必要があると指摘。そこを含めて現場で想像と準備、一人一人の役割をしっかり確認しておくのが基本中の基本、そこを含めて十分に検証する必要があるんじゃないかと語った。このように報道されております。そして今回警察は6つの点で警護警備の対応が不十分であった可能性が高いように見えると思います。第一に、安倍元首相が今回演説した場所は、皆様ご存知のように中洲のような場所に位置しておりまして、360度全方向から聴衆がですね、安倍元首相を見ることができる場所であったと思います。そうした場所において、安倍元首相の背後には道路がありましたけれども、なぜこの安倍元首相の背後の道路の交通規制をしなかったのでしょうか。ここはですね、一つ大きな問題だと思います。第二に、当日の警察の警護警備員の配置、そして警備当局は演説場所の地理ということをちゃんと考えていたのかということが疑問としてあります。当時ですね、安倍元首相は360度聴衆から見ることができる、警護するにはですね、一段と警戒が必要な状況の中演説に臨んでいました。こうした時は警護の鉄則として、警備員を警護対象者を中心に360度囲むように配置するのが警備の鉄則であり常識であると思います。そうした中、安倍元総理の背後がガラ空きでした。で、この背後がガラ空きというのはあってはならないということでありまして、警護対象者背後2メートルくらいに警護担当者を配置するのが当然だと思います。つまり安倍元総理を中心に左右と前後警備警護担当者を配置すべきで、その警察の警護の鉄則ということがまず抜けていたように見えると思います。大越セキュリティコンサルタンツのシニアコンサルタントで元警視庁の警察官であり、外国の日本大使館での勤務、警護などに従事した経験を持つ松丸氏は、安倍元首相の後ろを警戒している人が誰もおらず、がら空きだったということです。
選挙カーの上で演説をしている人の後ろを思い浮かべていただければわかると思いますが、通常は演説をする人に背中合わせで立っている人がいるはずです。常に後ろを警戒する人が1人もしくは2人必要なんです。後ろがガラ空きだったことに東京から行った警護員が気づけば、奈良県警に対して後ろに人が足りないから人をよこしてくれと要請できたはずです。全員無線を所持しているのですから、すぐに配置すべきでした。このような指摘分析があります。第3に、犯人は比較的大きなカバンを持って歩道から車道に入り、約1分7秒かけて移動し、安倍元総理に近づいていると報道されています。この段階で警察としてはまず犯人のことを不審者と判断し、止めるのが警察として当然であると思われます。第4に、犯人は車道に出て約1分7秒かけて移動し、そしてですね、直線的に安倍元総理に近づいています。このですね、犯人が直線的に動いた段階で取り押さえるということが警察としては取るべき行動であったと思います。第5に、犯人は比較的大きなカバンから凶器を取り出しています。この段階で警察は犯人確保しなければならないということだと思います。第6に、1発目の発砲から2発目まで約2秒から3秒ほどあったと報道されています。この段階でですね、安倍元総理を地面に押し倒してでも警察は守らなければならないと思います。それはアメリカのシークレットサービスなどの動きを見れば、そうしたことは警護の鉄則であると思います。以上、この6点今回警察はいずれも行えていないというふうに見えてくると思います。大越セキュリティコンサルタンツのシニアコンサルタント松丸氏。1点目は、安倍元首相の後ろを警戒している人が誰もおらず、ガラ空きだったということです。2点目は、安倍元首相のすぐそばに SP がいなかったことです。何が起きたか把握できていなくても、 SP が直近にいて安倍元首相に覆いかぶさるか、タックルで寝転がして標的を小さくしなければいけません。この対処方法は基本なんですが、守られていませんでした。この2つの点が守られていれば、今回の事件は防げたと松丸氏は話す。後ろに人が立っていれば抑止力になったはず。犯人は3メートルぐらいまで近づいてますが、バッグに手を入れた瞬間、犯人と安倍元首相の間に立ちはだかることだってできます。安倍元首相を寝転がしていれば、被弾したとしても致命傷にはならなかったと思います。なぜ警備の基本を徹底できていなかったのか悔やまれます。このような指摘分析があります。まずですね、一番許されるべきではないのは、こうした凶行を行ってしまった犯人であり、こうした犯罪は決して許されません。それは大前提としてあります。しかし今回の結果はですね、警察が警護体制の対応要領を普通に行っていれば、防げた可能性は極めて高いというふうに見えると思います。今回警察は警護対象者を守るための業務上必要な注意を怠り、よって最悪の結果を迎えた可能性もあるように見えると思います。つまり警察の警護を行う上での業務上の過失がなければ、今回の最悪の結果は防げたという因果関係が存在しているようにも見えると思います。 NHK は次のように報道しております。現場の警察官対応要領に沿った行動を取らずか、8日奈良市内で演説していた安倍晋三元首相の警護体制をめぐり、当時現場で警備に当たっていた警察官が1回目の銃声が聞こえた時点で元総理大臣に低い姿勢を取らせるなど、警察の対応要領に沿った行動を取っていなかったとみられることが警察当局への取材で分かりました。警察庁は当時の対応に問題があったとみて検証を進めています。容疑者は安倍元総理大臣の斜め後ろから歩いて近づき、数メートルの距離で銃を2回発射したとみられていますが、警察当局によりますと1回目と2回目の間は3秒近くあったことが分かったということです。その際、現場で警備に当たっていた警察官が要人を警護する際の警察の対応要領に沿った行動を取っていなかったとみられることが警察当局への取材で分かりました。対応要領では、今回のように銃声などが聞こえた場合、まず要人に低い姿勢を取らせた上で周囲を取り囲み、すぐに車などの安全な場所に誘導するよう定められているということです。しかし今回は1回目の銃声が聞こえた時点でこうした対応は取られていませんでした。これについて警備関係者からは、2回目の発射まで3秒足らずの時間ではあるが、警備に当たる警察官なら対処しなければならなかったという指摘も出ています。警察庁は当時の対応に問題があったとみて検証を進めています。このように報道されております。警察側が今回警察の
対応要領に沿った行動を取っていなかったと見られる可能性があること、つまり業務上の過失の可能性があるのではないかということ、そしてそのことと今回の結果は決して無関係ではなく因果関係があるのではないか、そうしたところに警察側の重過失が存在しているのではないか、そうしたことも見えてくるのではないかと思います。で、何が重過失に当たるかということは事案と社会通念に照らして判断されることになりますが、少なくとも1点目、今回の場合警備警護の鉄則として警護警備員を警護対象者を中心に360度囲むように配置するのが鉄則ではないかということ、2点目に犯人が比較的大きなカバンを持って歩道から車道に入り約1分7秒かけて移動していると報道されていますが、そうしたことの後安倍元総理に近づいている、この段階でこの犯人をですね止めるのが警察としては当然ではないかということ、3点目にその後犯人は安倍元総理に直線的に近づいています、この段階でも犯人を取り押さえることが警察としては当然ではないかということ、こうした3点から考えますと社会通念に照らして考えても警察の警護対応に問題があったのではないかというふうに見えると思います。安倍元総理大臣への銃撃についてアメリカの警備のプロは少なくとも攻撃の邪魔はできたなどと警備体制の不備を指摘しました。アメリカ民間警備会社ボムベース CEO、 容疑者が近づいてきて銃を構えるところ、おそらく1秒か2秒だと思うが十分時間があったはずなのに誰も動いていない、誰もだ、銃口と安倍氏の間に入ることはできたはず、映画のように簡単ではないと思うかもしれないが少なくとも攻撃の邪魔はできた。アメリカでオバマ元大統領らの警護に当たった経験のあるセキュリティ会社のボムベース CEO は事件現場について警備体制の不備を指摘しました。さらにボムベース氏はアメリカではこうした場合怪我を治療できる病院と救急車を事前に確保しておくとして備えとして不十分だと指摘しています。今回の事案は日本の国家の威信、日本の警察の威信、そして何よりも日本の偉大な元総理大臣を失う結果となりました。今回の事件を警察が防ぐポイントはいくつもあったように見えると思います。今後こうした悲劇が二度と起きないように、そして日本の自由民主主義、言論の自由を守っていくことが非常に重要でありますので、そうしたことを守っていくために今回の事件を徹底的に検証し、警察の警護の基本鉄則を周知させ、日本の平和を守っていくことが非常に重要であると思います。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。